とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロラジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。なんと、すごい裏技が見つかったみたいですね。どんなボスでも、ワンパンで倒せるっていう裏技。それのやり方なんですけども、防具ですね。防具に、トゲと、そして、デスバーター。この二つを入れるといいらしいんだよね。トゲダメージで、反射して倒すんだろうね。しかも、こっちが死ぬぐらいのダメージを受けて、で、デスバーターで生き残りつつ、トゲで反射する。まあちょっとやってみましょうか。で、どんなボスでもいけるみたいなので、ナイトメアを入れてます。で、今 PC でやってまして、ナイトメアモッド。を入れております。どうだろうか。ナイトメアさすがに倒せない気がするんだけども、行ってみましょう。それでは行きましょう。ナイトメアモッドっていうのは、とにかく難易度がむちゃくちゃ高い、やつですね。難易度っていうか敵が強い。敵の HP が、どんぐらいあるんだろう ?200 億ぐらいあるのかな。HP200 億ぐらいプラス、攻撃を2発食らえば、まあ大概やられるだろうねっていう、それぐらいの感じです。なので、愛のメダルとかを使っていかないと、おー!あ、なるほど!これ矢筒でいけるぞ。これ意外と矢筒で倒せるね。うん。ああ、はい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 。なるほどね。なるほど。やっぱりか。やっぱりこの、20のダイナモが入ったとしても、倒せはしないんだね。うん、いいダメージを与えるんだけどね。OK。でも意外と、うん。この雷の矢筒の威力ってやっぱすごいね。ナイトメアですら結構削るよ。やべ。んでもって、しゃ、あ、無理か。あれだわ。デスバーターなので、エメラルドを50個貯めないといけないんだよな。あ、これ、矢筒でいけるぞ。おうん。あ、これ、矢筒だけでいけそうな気がするな。やばい、矢がない。矢が全然ないわ。よし。まあまあ、ちょっと集めながらボスまで進みますね。OK。それではデスバーターも溜まってます。これで行ってみましょう。一発ぐらい耐えれるのかな?どうだろう。敵の攻撃がとにかく痛い。二発で、ウィザーでもやられます。いけた。いけた。ナイトメアのボス。ナイトメアのボスすごいよ。HP。これ、1兆とかそれぐらいの HP なんだろうけど、ナイトメアのボスもワンパンで倒せます。なんだこれは。ちょっと防具の、エンチャントを見直さないといけないかもしれませんね。それぐらい、やばいです。トゲとデスバーター。この二つで、確実に敵をワンパンして倒せるので、これはちょっと使えるな。うん。ちょっと今後の装備には組み込んでいければいこうかなと思います。それぐらいすごいね。はい。ということで、今日はコメントありがとうございます。トゲとデスバーターを使ったワンパンですけども、ナイトメアのボスもワンパンします。はい、やってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。